ばんは。サブチャンネルでーす。今度サブチャンネルの挨拶考えてみたってやる。今考えて、パッと。もうそんなパッと決めた。スターリーズ裏ハウスやんな、うん、スターリーズ裏ハウス。ぜひやってみて。ん？何が？二人で。はい、せーの、スターリーズ裏ハウス。どう？どう？あ、じゃあハウスだけハモったら。あ、オッケー。あ、せーの、普通に行くでは。うん、オッケー。スターリーズ、待て、めーの、スターリーズ。あ、そう、なんだ結構なんか言うから。いや、もう頭いつなるって。スターリーの、じゃあせーのよ。はい、せーの、スターリーズ裏ハウス。セキスイハイズみたいな。ほんまにセキスイハイズということで、今日は、謎に、もう半年ぶりぐらいかな、はい、に購入、あの、いっぱい買ったという購入品紹介やっていきたいと思います。投げてるやん。いやー、今日はいっぱい買っちゃったな。アリがちょっと持ってくれてたから、まず買ったのこのブラウニー。ブラウニーなんか、ブラウニー食べる？食べたの？はい、食べる。何だったっけ？ディスコートで、買いました。見て、イエーイ、キラ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 チョッキー。チョッキーって言うの？これチョッキー。ベストじゃん。それブラジャーもなしで着るの？違うわ。ユイもディスコートで買ったこの、かわいい。だけど、こういうのなんかユイ今日上の服めっちゃ買ってんねんけど。それだけ買ってんの？めっちゃ可愛い、これめっちゃ可愛い、それこれ、ワンサイズ。え、そんなん買ってたの？知らん、買ってんけど。着てたやん、ユイ、ラン見てって。もうこれでパチンコ行こうかな。カジノも行っちゃおうかなみたいな。ああ、いいっすね。感じですね。はーい。あとはザラザラに行きました。久々にザラザラに行くの。なあ、確かに。もうこれも爆買い、また。XL なんですけど。見て、ズボン。セットアップなんですけど。なんていうのこの生地。なんつうのやろこれ。コーデュロイ見てんじゃん。いや、コーデュロイほどコーデュロイではない。まあ、そうそうそう。で、上ちょっと金になってて、あれがかわいい。マジでそれ、こんな感じのセットアップ。これほんまは着た方がいいんやろな。みんなゆいは着いひん。どういうこと、どういうこと。え、ほんまは着てなんかコーディネートみたいな感じした方がいいんやろ。それはまたインスタとか見てくれたら。そうやな、いいかな。ネックス上は L やね。ないねんて、 XL 全部完売してんねんて。そもそもないんじゃん。いや、あるよ。ここ見たら分かるやん、うん、ここに XL って感じでねえもん。あ、ほんまショックやけど、まあいいかって感じで、どうしても欲しかったから買いました。ちなみにこんな感じのやつ GU でも買ってる最近。 3XL。 あー、買ってる。そう、 3XL。 3XL 3XL があかんの。3つ3XL やから。あ、4か。 3XL ってことは 4L ってことやな、言うたら。あ、それやのに XL いけるんか、すごいわ。いや、確かに振り幅やなんか違うね。 GU のやつめっちゃちっちゃい。 GU でちょっとちっちゃくない。カイトもだって M やけど L とかにしてたやん。ちっちゃいやん、うん、それで L やん。ユイ 3X なら無理やん。うんってやめて。普通の S の人からしたらユイは 3XL やねんけど、うん、はいはい、感じで、ザラザラでもう一個。まあ、でも多分、あの、パツパツなってきたって多分ミューとかに渡すわね。かわいくない？かわいい。なんかジーパンの、時に合わせようかなと思って。かわいい。てか、ゆいさ、ランたちの家、部屋ってさ、家ってさ、2階建てやん。なんか2階にさ、その、カバン置いてんねやな、ランって。だからその、バーって服取って、コーディネートして、こうでこうで、カバンでって持ってくるやん。ゆいってさ、その、ちょっとここに置いてるやん。3個ぐらい。それずっと使ってるやん、うん、そうやねん。え、上に7個ぐらいあるんだよ。そうやねん、ずっと思ってる。それの一つだから、持ってきていいぞ、あの全部。いや、なんでだから今言ってん、コーディネートして、来てって。そうやな。そうやろ。でも結局な、今日アリとも喋ってたけどさ、確かにやねん。確かに、その、あんまり別にそのおしゃれして出るってことがないやんか、うん、外出るってなったら何しに行くってなってさ、まあ、地元のとかで近くのさとこ行くってなったらもうほんまにさ、こうなるもんな。スウェットとかでいいやんってなるやん、うん、確かに。でなんかいつやるんってなんの。だからそのそれこそこの前飲みに行った時、あ、だからその時とかは上でコーディネートしたよ。でもカバンそこやったよ。そうやな。やろ。はい、次、はい、カルディ行きました。カルディ行って、カルディのさ、この箱ハロウィン仕様。え、その中に入れるの。これを入れる。あ、それ入れるの。それなくなったらどうするの。あ、また入れるよ、その、うん、これ今3つ目。かわいいやん、これ。ゆいも一緒に買ってくれた。いつもこれ、これもカ
フェオレなんですけど、これコーヒーベースで牛乳買って飲むねんけど、やばいよな。大好きやな、これアイリー。え、カイトもこれ飲めるよな。大好きな。僕とのアキがだってどうやって開けてた、こう、あ、こうじゃなくて、うん、よう知ってるやん。開けてから書いてた、普段の上げ方。普段の上げ方、ここにこう入れてくれたらいいのにな。そうそうそう、開けてからやったら分からへんやん。そうやね、うん、潰してもてるかもしれんのに。え、これコーヒー買ったんじゃない。そうで、それのなんかもう最初から出てきてますよみたいな。ぬるいな。でも全然いい。ぬるいじゃん。でも日差しやすいよ。いや、同じ足なんかって気になるから。違うやろな、多分。ちょっと違うもんじゃん、ミルクの感。うわぁ、何？全然違う。はは、うわぁ、いや、違うんやん。えらい、でもいつもミルク多めやからな。いや、ミルクコーヒーやから多いんじゃん。全然違くない。あ、違う違う。ちょっとどっちが甘い。ちょっとめっちゃ甘い。結構、パックの方結構めっちゃ甘い。あ、ゆいと好きかな。あー、ゆいとか、ゆいでも甘いんちゃう。ちょっとシロップ入ってると思う。あ、めっちゃうまいよ。あ、でも甘すぎる、ちょっとそれ。なんかこれだってコーヒー8のもちろん苦手かな。え、絶対めっちゃうまい。シロップ入ってるわ、それうまいけど、ゆいでも甘いと思う。やろう、うん、でもこれあれじゃない、あの茶色のコーヒーに似てない。あ、あの自販機のな、自販機の茶色のあれ好きやない。これちょっと今ぬるいからちょっと余計味が難しい、まあまあまあ、これピッてやったら出るで。いい、当たり前やで。いい、やばい。で、次カルディに売ってんねんけど、シモッパの元なんか大輝が美味しかったと。え、めっちゃうまそうおっしゃってたので、私たちもまでしか買ってみました。あと何がいるの、トビッコがいる。いるのとこや、トビッコ。トビッコってこれそうよ、そうよ、入ってるやん。入ってないよ、詐欺やん。で、これご飯とこれがあればいけるやん。あと、このコチュジャン入れて、入れても絶対無理。あ、確かに作ろうって話になって、うん、で、まずこれ、モンゴル…モンゴルモンゴル韓国じゃない、マーラースープやって。あ、パイタンスープとマーラースープを一つにした。あんた、何？ホルモン屋さん行くってん。なんか24時間のホルモンさんある。でっかいゴキブリ君を見せてたから、それじゃ頭いっぱい。え、絶対美味しいよ。え、これにホルモン入れてもうまそうじゃない？ホルモン入ってるやん。こっちの多いよ。お肉は豚肉、牛肉とニンニクがおすすめですって言ってるけど、それ無視してホルモンの方がいいか。これ。あ、これまた。2個目やね。そうそう。で、あとサラウド、もうめっちゃ好きやねん、サラウド。2人前やって、お昼ご飯どうかな。私も欲しい。言うと2人前やから。うん。はい。はい、次は、あの、リーちゃんの服。あ、そう。めっちゃ気持ちいい。これ、どこで買ったっけ？ペテモ。ペテモ。ペテモのふわふわルームウェア。4000。めっちゃ気持ちいい。すごく高いよな。ジャラピケの生地真似してると思う。これから韓国行くねんけどさ、うん、韓国行った時、リーのやつめっちゃ買ったろ。お前は犬なんて何でもいいやろ。ごめん、言い方悪いけど、1000円で言ってたやん、4枚買えたやん。犬だって別にないやろ、そういう何でもええやん。正直何でもいいとか言いながら、リーダー結構ローンハーマンで買ってる。リーのローンハーマン1万円するからな、あれ。やば、2枚買ってね。これ多分リーちゃん似合う、イエベやから。どう考えてもイエベやもんな。そうそうそう、顔はブルベやのにな。顔はブルベか、うん、あ、顔の形ってことか、うん、で、これがハンダーソープ、なんか分からんけど、ROU で。いい匂いっつって。いい匂いでどっちなんだろう。レモンのいい香りあったやん。うん、何？何？何よ。何？ほんまに好きやな、なんか。ハンダーソープとかさ、うん。なんか新しい、なんかハンダーソープ、そう、液体。なぁ、なぁ、照れるわ。照れる？うわっ！どんな？おレモンが。チェーンやん、もう、てか、イソップやん、ほぼ、うん、あー、いいなー、泣いた。打ち合わせの時にずっと欲しかった、あのマイネームペンじゃなくて、ない時え、蛍光ペン、嬉しい、ハリボーバージョン。なんでハリボーなの？めっちゃ可愛い。中身全然ハリボー。あの、回とか台本読む時に、いつも書かなあかんのに、これここなっていう時にな、いるかってん、ずっと。でもさ、どこがハリボーなの、これ。え、うん、知らん。T シャツ、あ、コラボしてるだけだから、シール履いてるだけで、ゆいまた買いました。次、ズボン。え、これ高いわ、今思えば。1万1000円もする。何してたら、こっちはパニック。 M ってこれ絵があったの？ S か M よ。よかった。え、入るの？入るの？ほんまに入ってる。ほんまに入った。うん、しんどない？ちょっとしんどい。しんどいんかよ。しんどいのに1万払うのやな。なんでな。いや、でも入ったで、全然。いや、これはいいんですよ、さすがに。あ、しんどくないよ。あ、これはしんどくないよ、間違えた。青やろ。やりすぎ伸びるわ。いや、伸ばそう。
え、いいよ、いいよ、うん、飲んでみたい、うん、飲んだ方がいいよ、うん、めっちゃ可愛くない、これ、青ほんまに可愛い、それめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。え、なんか伊達線がキュッと上げたら、そう、これ可愛い、おしゃれ、チャオパニックおしゃれ、わかるわ、チャオパニックおしゃれないもん、他にめっちゃやっぱり、だから安もんでな、いいで、自由とかもやけど、やっぱこういうアウターとかはそうやけど、やっぱええで、こういう移動の方がなんかちょっと違うよな、うん、パッとしとるよな。で、あとは次もびっくり、ハグリッド買いました。え、ハグリッド、あ、これ2万すんで、そうやろ、1万8000円だ、1万8000、うん、え、税込み、嘘やろ、うん、冬のね、このアウターなんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。いや、あと4ヶ月先やる。ええかな、見て。こんな感じ。可愛い、めっちゃ可愛い。ちょっと今なんかな、座ってなんか変やけど、多分ちゃんとしたらめっちゃ可愛いと思う。違う。これでね、あれ行くね。おみくじ。おみくじ。もうそこまで考えてない。1月話してるの、ついで。めっちゃあったかいで、これ。ほんで、そこにぶどう飴の汁こぼすねんな。うん。ほんで、そこの毛固まってな。そう。うわ最悪や、それは。かわいいな、雪だるまちゃんみたいな。うん。みんな触るやろな。めっちゃ気持ちいい。そう、カラオケホール全然できるわ。カラオケホールした時、これ枕にしよう。カラオケホールとかやらなかったな。ああいうカラオケホールとかしたらずっと寝てたわ。そうってよ。オケホールやろ、オケホール。やってた。ほんで朝5時ぐらいになって、バーってな、外出てたらみんなブスやったよ、めっちゃ。もう眠たさと、眠たさとあんな、あれやろ。疲れで顔もむくみまくって、ヒゲも夜伸びてなかったのに伸びてくるで、あれ。次ビビンバの元これうまそうやで。え、やったら、せっかくやったらこれ買わなあかんわ、ビビンバのこの石。いやいや、買いに行こうかこれ買いに行かなあかんね、ビビンバの元、はい、ビビンバな、うん、コリアンタウンに売ってるんやから買いに行こう。せっかくこんなビビンバなんか、いやいやいや、全然普通。いやいや、そのフライパンで作った何が楽しいこれですよ。ねえ、からかな、石窯で作る。そうです、うん、石窯でいきます。待ってな、ちょっとめっちゃ早いわ。どこかは言わんとくけど、まだやな。どこか、いやいや、そんなことないよ。次、はい、はい、何これ。こちゃパニックです、私も。あ、ちゃパニックか。ちゃパニックいいの、いいの。まあまあ、衣装やからしゃあないや、これは。一応、金額が1万2000円ですね。1万2000円ジャケットか、結構やな、結構やな。でもね、まあまあ、こんな感じなんですよね、見た目はね。いやー、めっちゃここでかいのがいいな。そうやね怒ってるのよ、怒ってるやん、怒ってるやん。うん、でここもな、広い。で、あと腕んとこだけ裏起毛やねんな。めっちゃええやん。そうそうそう、冬にぴったりやな。持ってこいや。これちょっとパチンコ行く時の欲しかったやん。パチンコには高すぎるやろ。パチンコなんて全然あれ、もっと安いので島村でええよ。こんな感じ。ん？なんかね、島村さんは、うん、島村大好きやで。うん、ほんままじ島村巡りして。もう島村は多分この中で一番愛用してんのにお金課金して。え、何を？ここめっちゃ可愛い。うん、パンツ5L かわいい。え、なんかズボン 3L なのに。ズボン 3L けど、だってゆい体で言ったら、まあ一応多分小顔や、まだ骨格とかも、うん、だから上から S で、2L で 5L、3L、5L、MS って感じ。あ、じゃあ、そこが一番、うん、一番でかいのはお尻かな。じゃあこう、お尻であるって言ったら。え、5以上ってあるの？ないわ、マックス、島村のマックス。え、でも、島村のマックスは 5L だけど、でも大きいサイズのお店ってあるやん。 10L とかある。あれ、8L まである。え、10? でも、もうすぐなんや。もうすぐなんや。いや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 、いや、だって今、あと5L、 ワンサイ3サイズあるからな。なんか涙出てきたわ。大丈夫。 S から始まってみんな XXS とかあるやろ。ほんで、やろ、 XXS てか、なんで XXS 出すん。でも、まあ、3S でよくない。 3S S でいいやん、なんでわかんの。で、下から ML でいいのに。え、でもその SS ぐらい欲しいんじゃん、やっぱり。え、ちょっとだから、その一番ちっちゃいの S でいいやん。じゃあ、なんでそんな大きいのあるの。ほんな XM とかなっとけへん。あ確かに、わかるへんやん。確かに M は1個だけやん。確かに、L だけ L と X、 え、じゃあ L だけ L で XL ってつくやん、うん、え、L と LL って一緒。え、あ、一緒一緒。 XL と LL が一緒。え、一緒 LL だから、言うたら、言うパンツ LLLLL LL、え、LLLLL 5、うん、あ、うん、5L。 もういよいよやで、でも8とか行き出したら、うん、次は、はい、自由。あ、これも私ジャケット欲しか買ってないですよ。ジャケットやん。
あのこれセットアップやねんけど、ズボンは前買って、うん、やっぱり上も買おうみたいになって、あ、上か前買ったっけど下は買ってて、めっちゃええやんそれ、いいじゃん、そうそうそう、これはね、セットアップで、やっぱチャックなのがええな、そうそうそう、まあ閉めへんけど、自由セットアップ多なった、うん、自由めっちゃ可愛い、可愛なったもっと、可愛なった、可愛なった、うん、もっと取っていいのにお金、確かにこれ5球ぐらい取っても全然いい、おおおお、うん、そう思った、これ物価も高なってきてんねんから、自由もそんな無理せんでいいよ、そんなせっかくやねん、ほんまにな、もう一個可愛いなって、工場のセットアップ、あー、こっちの、いやいや、それも買おうとは思ってるけど、どうしようか悩んでる、あ、悩んでん、うん、可愛い、こういうのはこれ、でも、チャンケ着るときいつって感じ、で、あとは、ちょっと最近始めました、シャンプー、ゆうだってさ、シャンプー、あ、あっちこっち行ってるよな、今の出し方、え、アンケみたい、最近始めました、シャンプーそう、いや、最近まだもまた変わってんねんけど、アイリーってさ、めっちゃさ、こう髪の毛にうるさいやん、いい、うんうんうん、絶対これじゃないとあかん、昔そんなんじゃなかったのにな、そうそう、なきっかけは何、髪質改善とか し始めたから、ね、あー、じゃあラムそうかも、うん、それで、なんかあと、オージュアに出会ってからやと、まあね、なんかこれ、なんかアイリーがいいよって言ってくれて、めっちゃいい匂いやって、今回使ってみようと思って、バイカルテ。バイカルテのユイラは CH プラスと SS プラス。だからもし次お迎え来た時、これもしあれば、渡し方的に。いや、だからみんなも嬉しいよ。ウィンウィンやんなって。いや、ウィンウィン。そのユイラがいらんものをくれても、うん、その、似合っていいよ。なんていうの、やっぱお互いウィンウィンの関係でありたいから、スターズとは。うん。うん、ユイラもいいものをスターズに提供したいし、うん、だってスターズがグッズいらんのに、うん、ユイラがハチマキとか作ってみ、いらんやん、うん、でも変わりへんくて申し訳なくなった、いらんのに、確かに、だからそんな感じでお互い高めやっていかなあかんから、ユイラが欲しいのはバイカルテ、めっちゃいい匂い、ちっちゃい匂いな、ほっそって絶対使わんといけない、ほっそ、そうやね、だから一回お試しを、なんか大きいのね、10プッシュしていい、大きいのもあるよな、大きいのもある、一番大きいので1万6000円か、2本でぐらいかな、うん、まあ1本8000円ぐらいかな、まあでもそんぐらいしなあかんねんな、シャンプーは、ほんまにアイの話聞いとった、最近も髪質改善の話もやって思うけど、ほんまに髪ってちゃんとした方がいい、でもさ女の子のフケが出てくる、思うねんけど8000のシャンプーと言うたら市販で買ったら400円とかあるやん、なんか嫌やな、嫌やな、なんか嫌やわ、ブランドみたいなもんやけど、なんかめっちゃいいから、よかったからけど、やっぱり自分の髪の毛なってんのはほんまにデコルテ、いや、バイカルテは分からんけど、デコルテ、バイカルテ、だから手が好きなんだな、下ランはほんま市販好きやもんな、うん、ほんまにあった方がいいって、うん、絶対に、だからディープレイヤーと、もうバイカルテで締めを持てる、人生ほんまに締めや、でまた結局ひまわり行ったりな、あとあれ好き、クレイジュ、クレイジュはほんまにごめん、いや好きやねん、いや、ちょっと、あか、もう好きっていう気持ちだけじゃん、まあ匂いも分かるかな、分かるけど、でもたまにやったら別にいいやん、1週間に1回逆にそれで、え、いい、逆にな、それでも嫌やけどない、あ、毎日前から、まあでもシャンプーとかも成長してきてるから、昔のなメリットとか考えたら全然良くなってきてんねんメリットね、全然その市販でもいいって美容師さんも言ってるやん、だから別にそれはいいの言い出すらそんなキリないで、そんなユイラが使ってるやつよりももっといいねあるやろうか から別にいいね、全然やけど、一旦いいのちょ結構やっぱり髪をやりたい、やったら使っといて週1くらいでイメチェンみたいな感じ、週1くらいで、まあ、気分変えて、うん、その市販とか使ったんや、まあそんなこんなで終わりです、うん、うん、まあ、またサブちゃんもまたあげますんで、はい、お願いします、ご利品紹介でした、バイバイ、ありがとうございました。